ご視聴ありがとうございます。今月から一人暮らしになりまして、壁紙を貼ったりクッションフロアを敷いたり自分で模様替えしてるんですが、ちょっと他のお部屋について動画を投稿するにあたりまだちょっと時間が必要な状況なので、本日はこの大掛かりな模様替えをしながら合間にちょこちょこやっている片付けですとか修繕作業ですね、ちょっとごちゃごちゃして使いづらかったツールボックスの整理、それから壊れたランプの修理、それとようやくですね、私がリサイクルショップで買ったスカートをですねリメイクしていたものが完成しまして、完成直前の動画ちょっとだけ入ってます。それと私が最近作業の合間に食べたお昼ご飯、最後は輸入食品のお店で買った最近の購入品、この5点についての内容になっています。よいしょ、今いろいろ家の中のものを整理してるんですが、こちらはツールボックスですね。もっと背の高い入れ物に満タンだったんですけど、なんとか減らしてここまでにしました。この一番使うものをですね、こうやっぱり別にしておきたいんですね。本当はもうちょっと浅い入れ物だったんですけど、もうはみ出しちゃって全部入らないですし、こちらキッチンで使ってたものなんですけど、息子がいなくなったらもうちょっとこんなに大きいのいらないので、こっちに移したらどうかなと思ってね持ってきてみました。少しでも浅い方がこの上に置きやすいと思うんですね。はい、この金槌は大きすぎて入らないですね。これはパソコンのコードとか入れてるものがあるのでそちらですね。浅くなったので断然かさばらずに取りやすいかなと思います。これだとねちょっとこう片付けづらいんですよね。はい、でまあねあんまり使わないのでねこんなにいらないかなとも思うんですが、このランプシェード直せるかどうかちょっとねやってみようと思います。この縁にですね等間隔で 1,2,3,4,5,6 つかな、このパーツを引っ掛けるところがあるんですね。で結構強い力がかかるんですね。ここにプラスチックのこれを引っ掛けるような穴がここについていて、かなりこう力がかかって突っ張った感じでここがピーンと張るようになってるんですね。ここがもう折れてなくなってるんですよ。それでここに何かしら引っ掛けるものが必要なんですが、こんな強い力かかるところにもうねこんなボンドかなんかで何かくっつけたりとかもできないので、私が考えてる方法がですねバイアステープですね。この白いバイアステープをどうにかこのここに縫い付けてですね、これを引っ掛けられるようにしようかなと思うんですが、一応なんとか使えそうです。よく見るとですねこんな感じで飛び出しちゃってるんですけど、まあそこまで目立たないかなとは思います。まあ現在はちょっとこれでね仕方ないかなと思います。プラスチックのパーツがなくなっているのでバイアステープを引っ掛けでつけました。これがボディですね。ここがブランブランでちょっと出すぎちゃってます。舞台裏が見えちゃってますね。もうちょっとくっつかなくなってますね。これちょっと普通のボンドでちょっとくっつけようかな。ここはですねひょっとしたらまた開けたい時があるかもしれないので、まあそんなに真剣にくっ
つけなくてもいいんですが、朝まで置いときたいと思います。今日のお昼ご飯はベビーリーフのサラダだったんですが、ベビーリーフも見切り品で70円、乗せてあったラディッシュも見切り品で70円でした。ベビーリーフは早く食べないと傷んでくるのが早いので、もうちょっとてんこ盛りだったんですけど、全部いただきました。どちらも大変美味しかったです。それで昨日イオンに買い物に行ったんですが、まあ、カルディに似た感じの輸入食材を売ってるところがあるんですが、そこでですね、ちょっとお得なものをいろいろ売ってたので買ってきました。私あんまりカルディとか高いのでそんなにしょっちゅうは買わないんですが、こちらの輸入食品のお店時々手頃な値段で売ってたりするので、その時はよく買うのがですね、このレッドキドニービーンと、あとこのダイストマトですね。私はこれスープ類にはだいたい使ってまして、カレーとかミネストローネとかに入れるとお腹も張りますし、見た目がすごく色が加わって良くなるので、まあ、主にですねスープに使うのにストックして買ってあります。これうちにもだいぶ買いだめしてるんですけど、昨日4つで399円ということで一缶100円以下で売ってたので、またね4つ買ってきたんですけど、まあ、こちらね売ってない時も結構ありまして、その時はホールのものを買ったりもするんですけど、できたらこのダイスに切られたものの方が自分の料理には使いやすいので、まあ、こちらが売られててお値段が安い時には結構ストックで買ってあります。アミカさんも最近買ったって言ってたやつと同じだと思うんですけど、大好きなドライイチジクです。こちらは柔らかい方ですね。もう一つ硬い方ですね。トルコ産の白いちじく。これは中が見えます。私はドライちじくは固めの方が好きなんですが、まあこのドライちじく自体がすごい好きなので、こちらの方がね値段がお得だったので、思い切って2つ買ってきてみました。まあ、職場のお昼ご飯でデザートに持っていこうかなと思っています。それとアーモンド、こちら賞味期限がもう間近なので、値下げして売られてました。